オン。中学1年ですかね、静岡で有機のお茶をやっているって。で、農薬も化学肥料も使わない。あ、農薬使わなくてできるんだ。それがオーガニックっていう、そのお茶を知るきっかけですね。鹿児島のお茶作り、やっぱ昔は農薬いっぱいかけてるってイメージが先ほども聞かれた通りだったと思います。それをやっぱ払拭するためにやっぱクリーンなお茶作りを始めたのがきっかけかな。大変です。もう植えるところからなんで、もう雑草がすごくて、でどうやってその草を抑えながらこのちゃんとした茶園にしていくかっていうのが本当大変でした。あら、普通4年ぐらいで園になるのが5、6年かかりました。一番はやっぱ草が生えますので、もう手作業ではないと取れないというか、まあ、草取りと戦っております。まあ、古くからオーガニックの茶飲料は特売としては取り組んで、広くお客様にご支持をいただいている中で、まあ、やはりお茶の美味しさを知るには、やっぱ新茶っていうのが一番こう美味しい部分であって、なんとかそれをですね、オーガニックのお茶の新茶を出したいねっていうのは、去年ぐらいからですかね、取り組もうっていうことで、産地の皆さん含めて、作っていこうということで、進めておりました。一番茶を使った、本来だったら急須で入れて飲んでいただくようなお茶をペットボトルのお茶として仕上げてるんで、もうぜひそのうまみとかコクだとか、そういったものを味わっていただきたいです。うまいです。トップバリューさんを通じて、まあ、いろんな方に知ってもらいたいですね。普段飲む飲み物として、まあ、こういった美味しい、まあ、この季節しか飲めない新茶というのを、まあ、たくさんの方に飲んでいただきたいと考えております。